では、サージョンシミュレーター続きやっていきましょう。続きこれか、はい、あ、続きあれじゃん、俺の一番得意な、一番大好きな、これ見える、みんな見える、脳移植です。これ脳移植がね、俺このゲームで一番好き、面白いよ。えい、行こう。やった、紙手術来るぞこれ。ほらみんな見て、これ、これ見てみんな、これ頭蓋骨だよ、これ頭蓋骨、これ頭蓋だよ、頭蓋、頭蓋、ほら、ふん、あ、ふん、あ、違う、ふん、あ、ふん、あ、とい、とい、あ、あ、ダメだ、目つぶしできなかった。あ、オペを開始する。閉まらんな、閉まらんが、まあ行こう、オペを開始する。よし、目つぶしできなかったよ、うまい具合に目つぶしできない。やっぱ操作難しい、このゲーム。よし、これでまずは、ノー、ノーじゃねまずは、あー違う、今の違う、あー待って、今の違う、違う、おでこ、おでこに刺しちゃった、おでこに、違う、今の違う、うー、止まれ止まれ、止まれ、止まれ、止まった、止まった、止まった、血止まった、よしよし、違う、今の違う、今の違う、今、お、なんか、今、おでこに行っちゃったけど、今、違うんですよ。暴れてる。ちょ、止まりなさい。止まりなさい。ちょっと止まりなさい。止まりなさい。よし、よしよし。まず、頭蓋骨を、砕きましょう。ちょ、これ、ちょ、向きがちょっと気に食わんの。ちょ、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 待って、落ちないで、落ちないで。落ちないで。きつめのポーズ。待って、待って、こうか。よし、よし。あ、待って、落ちないで、落ちないで。ああ、落ちた。あ、あ、あ、え、どうしよう。あれがないと俺ダメなのに。あ、じゃあ、金槌で代用できるかな。俺金槌の使い方下手だよ、すごい。ちょっとわかんないから、うわー、これでいいかな、わかんない。俺初めて使う金槌、うわー、うわー、だからダメだっつったのに。金槌苦手。あ、でもいい感じじゃない。あ、金槌でもいけるかもしれない。俺いくらでもいけるかもしれない。全然お湯が効くかもしれないね。えほら、だってちょっとよしよしよし。で、まあ、とりあえず骨砕いちゃおう。とりあえず骨砕いちゃってから止血しよう。よしよし、いいよいいよ。そっち側ちょっと邪魔だな。こっち向け。よし。で、こうだ。うまい、うまいぞ。で、骨砕いて、うまい、やばい、待て、気づかなかった、ちょ、あ、それじゃない、ちょ、気づかなかった、それじゃない、待て、死んじゃう、で、ぐい、どうだ、やばい、大丈夫か、212、めっちゃ血出てる、212か、え、いけるか、これ、いけるか、まあ、とりあえず、ポン、ぬぽん、あれ、取れない。うん、心臓取れないよ。ふん、はい、どいぞ、うわ、出た、引っかかった、痛い。で、これ繋がってる管みたいなのを、ちょっと、ちょっとどいて、ちょっといい感じのとこに、ちょっとあれだな、いい感じのとこ行かないな。これ引っ張ったら抜けないかな。ちょ、うん、あ、ダメだ、なんかぬるぬるする、これ。なんか結構指とか入りそうなのに、間ダメだな。あの管切んなきゃいけないんですよ、あの管。メスでいけるかな。でもね、みんな先に言っとくよ、多分死ぬと思う。多分この感じはもうダメだと思う。だって200だもん。今までのあの経験から、多分僕の経験から言わせてもらうと、多分無理だと思うけど、まあやってみよう。あの無理だと思って、あの投げ出すなんてことはね、医者にはできない、僕にはできない。あの骨ちょっと邪魔だな、この骨ちょっと誰か取ってよ。あ、やばい、うわ、ま、スピード手術で行こう。もう、あ、ごめん。よし、次の患者に行かそう。今回のあのね、あのミスはね、絶対起こるんだよな、人間だからね。あの、なので、リトライ。もう一回行こう。よし、オペを開始する。多分最初のあれがダメだったんだな。最初のあれが、だから、景気づけにね。ふん、よし、行こう。で、
で、大丈夫。あのジンクスだから、あれは。あれをやると成功するっていうジンクス。さっき失敗したけど。そういうジンクスだから。ほらほらほら。これがね、すごい得意なの。ね。これ、今の違う、今の違う。うわ、めっちゃ血出てますやんか。こういう感じでね、あの骨砕くのがすごい得意なんですよ。ほらほら。ね、ね、うまいでしょ？ね、うまいでしょ？うわぁ！うわ、やばい、刺しちゃった、刺しちゃった。刺しちゃった、やばい。やばい、刺しちゃった。ちょ、待って、ね、これ血をね、血をね。あぁ、取れない。取れない。脳に刺さっちゃまずいですよ、脳に。オッケーオッケーオッケー。これ脳に刺しても血止まんのかな？今脳に刺した？今。えい。あ、脳でも止まる。あ、でも止まってない、止まってない。えい。止まった？いや、止まってない、止まってない。え、なんかずっと1ミリになってる。あれ？あれ？これ止まってる？これ血。止まってる？うわぁ！鼻血出てる。鼻血出てますよ。うわぁ。うわぁ、ごめん。やりすぎちゃったかな、今。ごめん。あ、止まったね、止まったね。止まったね。止まったね。よしよし。で、ういっ。オッケー。ちょっとこれ見えないからちょっと怖いなぁ。じゃあ、この見落ち方ちょっとどうにかしてくれません？ちょっと。この持ち方どうにかしてくれません？ちょっと困るっすわ、それ。で、ちょ、暴れないで。で、うん。違う。どうだっけ？あ、こうか。えいっと。ちょ、待って。逃げないで。逃げないで。よし。先っぽだな、すごい。待って。あ、もうダメだ。ごめん。なんか違うんだよな。なんか、ごめんよ。ごめんよ。なんか違った。ごめん、なんか違う。なんだろうな、フィーリングが。この感じとはちょっとフィーリング合わないかもしれない。ちょっと次の感じで。やっぱね、医者と患者の相性ってある。うん。長年の経験から、医者と患者の相性はね、あります。なので、ちょっと邪魔だな、これ。なので、やっぱりちょっとね、ちょっとなんか違うんだよな。いいかなと思ったら、ちょっとなんで。あ、それで使うから、ちょっと置いといてね、そこにちゃんと。置いといてね。落ちないでね。よし。ハンマーの方がうまかったかな。いやでも、ほら、こうだ、こうやってやっていくんだ。ほら、こうだよ、こう。こういう感じで、徐々に脳には触れずに、骨をね、摘出していきましょう。脳に触れることなく、周りの殻を、この、あれですよ、この繊細な指さばきですよ。マウスをこれクリック。左クリックをね、押すとね、下に行くんで、腕が。それ、やって、徐々に上下させて、やっぱ脳だから出血が多いのかな。生意気だな。よし。うわー、やばい。でもまあまだ大丈夫。3000切らなきゃいける。なので、ちょっと今は、骨取るのに手術しましょう。待って、3000切りそうだぞ。ちょっと待って。このペースやばいぞ。この出血やばいぞ、ちょっと。僕の考え言ってる。この出血はやばい。やばい。やばい、ちょっと手元来る。ちょ、手元来る。うわ、シャイ。3000切るよ。3000切るよ。やばい。ちょっと待って。よし。ちょっと待って、オッケー、止まったね、完璧止まったね。よし。ね、暴れてる。無重力じゃないんだから。ちょ、無重力じゃないんだから。オッケー、突っ込みも決まったところで、あー、どっか行った。どっか行った。あ、そうだ、これ使おう。これでも第4課です。ね。あった？耳が耳をごめんよ、ちょっと耳をそいだ感じになっちゃったけど、まあいいでしょ。2個あるしね、耳は2個あるんだよな。で、オッケー、いいよ、いい感じ。殻卵の殻的なもの。ああ真っ二つになる。脳が真ん中から分け目から切っちゃった。ごめんよ、分け目から切っちゃった。ちょっとそれはちょっとタブーだよね。うわ、やばい。待って、真っ二つになっちゃう。止血剤が、えい、止まったね。よし。で、だってドリルがどっか行っちゃったもん。俺の愛用のドリルが、ちょっと待って。オッケー。指をつかむ手がおかしい。よし。で、もうダメっぽいよ。もうみんなごめん。
今回ダメっぽいよ。なんだってなんか首が固定しときよ。誰かこれすごいグリグリ動いてダメです。だってさ右へ左へ行くからさ。ふん、あ、こいつ天才か。ちょっと なんだろうな、なんか合わないな。なんかフィーリングの問題かな。なんだろうな。前上手かったんだけどな、俺。なんだろうな。腕が鈍ったのか、それともこのゲームが難しくなったのか、どっちだだな。いや、でも俺のせいなのか、これは。なんか、物理演算の何か変わったんじゃないですか、これ。ゲームにケチをつけ始める次第。ちょ、待って。なんか変わったんじゃないですか、ちょっと。操作方法が。これで骨をこう砕くじゃろ、骨を当たってるこれ、当たってるこれ。なんか血出てるけど、そこまだ殻でしょ。なんで血出るかな。不可解だな。怪奇現象じゃないですか。よしよしよし、ちょっと画面的に見づらいけど、上の方でなんかやってるっていうのだけ覚えててくれた。持ち方がダメなのかい。あ、こうかもしれない。これで、あ、じゃあこれでうまいよ。殻を剥いていこう。殻をうまい、あっとっと、うまいね。血めっちゃ出てるけど、まあまあいいでしょ。まだまだまだ今こめかみ刺さったけど、まあいいでしょ。あー、出る速度がパレー、血が出る速度がパレー。でもここに置いたら、ちょ待て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 、ちょっと待ってね。ちょっとおとなしく待っててね。ちょっとおとなしく待っててね。で、止血剤を取るじゃろ。止血剤を取るじゃろ。よしよし。で、刺すじゃろ。止血剤じゃない。メスじゃん、これメスじゃん。やばい。惑わされた。くそ。その情報を。今、この金槌誰が置いたんだよ。いらんよ。ごめん。当たった、ごめん。違う、俺じゃないの。あの、トンカチといらんでしょ、だって。医療現場にトンカチとか。ふざけてると、あー、前が見えない。正気戻した、正気戻った。で、これをこれ、オッケー、止血剤。やべ、もうせんじゃん。あ、オッケー、ギリ大丈夫。これ使う、でもこれ使ったらただの殺人事件になっちゃうけど大丈夫。優しくなぞったらなんか折れるな、骨が。すごいぞ。砕けていくぞ。なんだこの威力。半端なくない？威力半端ない。なんだこれ。初めて使ったが、結構威力いいな、これ。相性いいかもしれない、この武器との。武器。この武器いいかもしれない。俺の職業に合ってるかもしれない、この武器。えい！ゾイさん！よし。血出てる。ドピュドピュ出てる。まあいいでしょ。かすり傷。ちょっとどうしような。向き変えるか。これでいいかい？こっちの方があれだね。中にドリルが入らないからいいかもしれないね。ちょっと画面的に見づらくてごめんね。画面の中央じゃなくて上の方で作業してるっていう。言語道断なんだけど、実況動画として。ああ、いいね。いい感じだね。で、ちょっと、後ろの方も使っていこうか。後ろの方も。あ、うまい！合ってるかもしれない、こっちの方が。これ。あ、いた。ゴスってなった、ゴスって。まあまあ、置いとこう。置いといて、で、脳取れるでしょ。もう取れるでしょ、さすがにね。観念しろ。おお、出た。で、あれを、あの、中の管みたいなやつを、レーザーメス。あるから、レーザーメス。これ、新鮮な脳だよ、これが。これレーザーメス。俺これが一番得意なんですよ。これか。はい、これほら、レーザー出てるでしょ。レーザー、このレーザーでちょっと脳邪魔だよ。ちょっと脳邪魔だよ。そこじゃ、もうちょっと右に行こうか。あー、そこ行くか。ちょ、どうしようどうしようどういう向きで行こうか。待って、体焼けてる。体焼けてたけど、まあまあ。これでいこうか。
これでこれで、あ、痛い、うまいうまいうまい、取れた、で、もう時間がない、止血、あっ、行こう、次行こう、結構むずいな、あれ、俺どうやってやってたっけ、これだっけな、なんかね、なんか回転するものが得意だった気がするんですよね、昔の僕は。だからこれで、これかな、これだこれだ、みんなこれだわ、みんなごめん、これだ、これが一番いいんだ、これが一番俺的にやりやすいんだ。もう開花したよ、多分5分ぐらいでいけるんじゃない、この手術。完璧、思い出した、これだ、いて、今削れたけど大丈夫、これだ、これが得意だったやつだ、これの扱いがね、俺うまいんですよ、このゲームで。これなんて言うんだろうね、これ。サンダー？サンダーは工業系のもんだな。まあ一緒でしょ。同じようなもんでしょ。医療用のサンダーみたいな。うまいよ、うまいよ。殻がむけていくよ。これほぼノーダメージでしょ、ほぼノーダメージ。うまい。後ろの方の殻もね、むいていって。あ、うまいぞ。なんか普通にうまい気がする。で、あ、やばい。で、ここの骨も取って、で、後ろの骨も取って、あ、うまい！ちょ、血が出てるけど、まだ間に合うね。まだ助かるよ。あなたの運命はまだこれからだよ。ちょっと待って、脳がゴリゴリになってるけど、まだ助かる。まだ、やばい。まあいいか、もういいか。あ、でもどうしような。とりあえず血止めよ。ね。焦る必要はないよ。手術はもっとゆっくりしてもいいんだからね。ちょっと待って。取れないよ。あ、取れた。えい。待って。もっと。オーケー、うまい。ふぅ。で、止血剤置いといて。ちょっと左側がちょっとね、あれがあると脳が入らないんで、新しい脳が。なので、ちゃんと骨は取っとかないと、新しい脳が入らないっていう不具合が発生します。バグだね、バグ。ゲームでいうところの。バグが発生するんで、それ発生しないように、骨を全部取っときましょう。ちょっと待って。耳の方に行ってるけど、まあ大丈夫でしょ。ちょっと待って。この小骨を。オッケー。こっちがちょっと邪魔だな。頼む。これ取れたら止血するよ。よし。行こう。みんな。お待たせしました。これが成功例です。初の。4人目にして初の。ちょっと待って。待って。だから誰だよ、このトンカチ置いたの。トンカチがすごい邪魔。よし。オッケー。よし。みんな見て。これが成功例だよ。よし。新しいのだよ。新しいのをあげるよ。えい。ポン。あ、いい感じだ。グロい。これも普通に入れちゃえばいいんじゃないの？これも普通に入れちゃえばいいんじゃないの？あれもう無視していいだろう。なんか引っかかってる。怖いんだが。え、あれやらなきゃいけないの？俺。なんかめっちゃ怖いんだけど、あれ。待て。あんな食らう。ごめん、無理だった。なんか知んないけど、無理だったっす。月パートで、この手術は成功するんじゃないかな。ちょっと時間置こう。まだプルプルしてる。はい。というわけで、今回ちょっと残念だったけど、多分次のパートでは脳がちゃんとくっつくんじゃないかな。ってことを祈ってます。はい。なので、よかったら待っててください。最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様です。